は、江戸時代に油で揚げるという調理法を伝えました。これが日本食で人気の天ぷらのルーツだと言われています。天ぷらという言葉もポルトガル語から来ているという説があります。では、どうぞ。日本の天ぷらの起源を紹介したビデオが話題になっていました。ビデオでは、16世紀に日本にやってきたポルトガル人が伝えた料理だとする説を紹介し、ポルトガルに残されている天ぷらの原型料理も登場しています。そんなビデオに、海外の天ぷら好きからは、様々な意見が寄せられていました。日本食と言って思い浮かぶものは、寿司。サーモン寿司がノルウェー料理だって知ってた？そして天ぷら。実は天ぷらはポルトガル料理なの。日本の天ぷらは、シーフードか野菜の2種類。衣はシンプルなもの。この料理は、日本に16世紀から存在してる。日本の歴史はもっと長い。なぜ突然現れたのか。答えはポルトガル。1543年、3人のポルトガル人を乗せた中国の船が種子島に漂着した。この事件をきっかけに、日本の資源と武器とを交換し始めた。1639年、ポルトガル人は日本から追い出されたけど、残ったものもあった。ペイシーニョ・スダオルタと呼ばれる豆のフライ料理もその一つ。ペイシーニョ・スダオルタで一番有名なレストラン、パップ・アコルダのシェフペイシーニョ・スダオルタは、誰でも知ってる料理よ。豆を茹でてから衣をつけて油で揚げる。甘くもしょっぱくもなくて美味しい。16世紀にポルトガル人が日本に伝えたの。長い年月で日本は魔改造してるけど、今度天ぷらを食べる時の豆知識になるよ。海外の反応。ずっと騙されてた。いや、違うでしょ。本当なの？少なくとも証拠を見せなさい。ちなみに、天ぷらの語源は、ポルトガル語の味付けの意味のテムペイロから来てるんだよね。カステラも同じだよ。甘いパンって意味の PAO、カステロだから。天ぷらの語源を忘れてるよ。ポルトガル語で、テムポラという期間は、キリスト教徒が肉を食べられなかったからなんだって。一部ポルトガル人だけど、天ぷらがポルトガル料理だとは知らなかったよ。一部だからかもね。ポルトガル人なら、誰でも、この料理のことを知ってるよ。ペイシーニョ・スダオルタと呼んでる。ゴールデン・リトル・フィッシュという意味がある。そうそう。天ぷらは4色なんだよね。カレー、カツ、コロッケ、オムライスみたいな洋風スタイルの料理なんだよ。何言ってんの？天ぷらは日本食だよ。そうだけど、発祥については正しいよ。ピザの発祥はイタリアだけど、アメリカのおかげで世界的に有名になったみたいなもん。天ぷらは日本食だよ。日本が発祥だし、ポルトガルが伝えたのは、魚に衣をつけてあげることでしょう。ビデオを見てないのか、認めたくないのかな。君の主張を裏付ける証拠があるとは思えないけど、俺はシーフード版が日本食で、他がポルトガル料理なんだと思うな。ポルトガル人が、魚をフライにしないと思ってるの？天ぷらを食べてる時に、誰かが日本食じゃないって言い出したら、顎を蹴ってやる。でも、このチャンネルの紅葉の天ぷらのビデオでは、1200年代から作ってるって言ってたじゃん。ポルトガルの影響より前だよ。道理でポルトガル系アメリカ人なのに日本食が大好きなわけだ。天ぷらはすごく美味しいね。これはスペイン料理でポルトガルじゃないから。ポルトガル人はインドのグラジャート地方から教えてもらったんだけどね。それでも天ぷらは日本食だよ。天ぷらが日本食なら、なんでポルトガル人は天ぷらが作れないの？ただの豆知識に過ぎないよ。天ぷらに関する面白い歴史というだけ。日本は外国の影響を自分たちの文化に取り入れてきた長い歴史があるから。言語にしても習慣にしても、何かを取り込んでは独自のものにしてしまう。だからといって少しも日本のものじゃなくなるわけじゃない。次は何？実は日本が韓国だったとか？天ぷらの本家ポルトガルでは、
揚げ物の種類も非常に多く、最大の特徴は衣にも味がついていることです。タコの足の天ぷらもあれば、かば焼き風天ぷらもあれば、かき揚げもありと何でもあります。日本は日本なりに和食に合うようにしたのでしょう。